サントニアンは国際総除委員会によって定められた地質学用語である地質時代名の一つ。後期白亜紀で最後から三番目の期であり、8630万年前から8360万年前に、あたり、コニアシアンとカンパニアンに挟まれる。なお、サントンイ、サントニアンイという名称があるが、これらは時代を示すものではない。 地層に対して当てられる単位であり、創除名、サントン内、サントニアン海と時代名、サントン期、サントニアン期は、タイをなす関係である。詳しくは、類代を参照のこと。サントニアン海は、フランスの地質学者、アンリ・コカンが1857年に定義した。名前は、タイプ産地が一致する、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏のサントに由来する。 サントニアイカイの最下部は、イノセラムスカの2枚貝クラドケセラムスの登場により、定義される。最上部、すなわち、カンパニアイカイの最下部は、ウミウリズナのマーサプエツテステューティネリアスの絶滅により、定義される。2009年時点では、最上部及び最下部は、国際標準模式相断面及び地点に指定されて、いなかった。サントニアンは、下部、中部、 上部に区分されることがある。テチス海では、サントニアンは、プラセンチセラスポリオプシスによる、単一のアンモナイトバイオゾーンと、同年代である。イノセラムスカナノプランクトン、有効虫に基づく、清掃所はさらに詳細である。和歌山県北西部に位置する割田川地域では、化石の保存状態は、極めて良好というわけでないが、アンモナイトやイノセラムス類の化石が多産する。 有田ダ川地域の内外泉総群はサントニアン外から下部カンパニアン海にあたり、イノセラムス類ではサントニアンに特徴的なイナサーマスオマカセンシスが産出した。同じくイノセラムス類であるスフィナサーマス長イも産出し、これは北海道のエゾ総群や九州の姫浦総群の上部サントニアン下部カンパニアン海からも産出する。 2017年3月22日から5月14日まで、サントに、アン以降の地層から算出した、アンモナイトなどの化石約200点による、企画展が、北海道の三笠市立博物館で開催された。エオナタトルバコニドラコクラキリケラトプスグリポサウルス、アキロバトルエルリコサウルス。ありがとうございます。